4.5インチ対地ロケット発射機 T27M12E1 とは第二次世界大戦中にアメリカ軍が使用した M84.5 インチロケット弾を運用する各種のロケット砲である。ここではロケット弾とその発射機の双方について解説する。T22 という名称で開発が始められた4.5インチロケット弾はやがて M8 の名称でアメリカ軍に採用された。 第二次世界大戦中のアメリカ軍はこのロケット弾を戦場の様々な場面で活用した。通常の地上戦はもちろんのこと上陸戦では上陸予定地点制圧のために小型上陸用集艇から発射され、ごく一部は小さな改造を施した上で航空機から発射されることもあった。調達数は1945年8月で257万3000発という 記録がある。ロケット弾自体は標準的な構造で弾頭と新艦は先端部に配置され、ビブに取り付けられた折りたたみ式の骨翼が発射後に展開して方向を安定させた。展開方法は発射機によって異なり電気式、パーガッション式、黒色火薬式といった様々な種類が採用されていた。第二次世界大戦中盤以降、アメリカ軍が戦う。 ほぼすべての戦場で使用された兵器であり、ことに上陸船においては、その大火力で防御側を圧倒した。現在でも、伊洋島船や沖縄船の記録映像の中に、その姿を見ることができる。このロケット弾には3種類の派生型が存在した。M8 通常型。M8A1 ロケットモーターを強化した、射程遠心型。M8A2 弾頭がやや小型化されたもの。 M8A3A2 の方向安定翼に小変更を加えたもの4.5インチロケット弾 M8 前述の通りこのロケット弾は様々な部隊戦地で使用されたために発射機の種類も多いここでは外力の判明しているものに限って解説を行う T27 多連装発射機発射管8連装の発射機で GMCCCKW2.5 トントラックなどに搭載されたほか、地上に下ろして固定式発射器としても使用できた。発射器は横方向への回転ができなかったが、マイナス5度からプラス45度の間で、仰ぐ深くの調整ができた。M6 望遠照準眼鏡と M100 砲画が,が併用され、点火は主に電気式で行われる。 T27E1 多連装発射機基本的に T27 と同型だが、輸送用に発射機の分解ができた。T27E2 多連装発射機、T27 の発射管の数を増やし24連装としたもの。T28 多連装発射機、T27E2 と同型だが、発射管の代わりにフレームを採用したもの。 T34 カリオペタ連装発射機、M4 中戦車の砲塔に搭載された60連装の発射機。ベニヤ板で作られた発射機の角度調整は戦車の砲塔を動かすことで行われ、ビブから相談された。この発射機は緊急時に全体を取り外すことができ、およそ2から3回の正射の後に交換された。T34E1 タ連装発射機、T34 の派生型。 M4A1 中戦車の砲塔に搭載され、発射管の構成が変更された。T34E2 多連装発射機、T34E1 の派生型。遠投型の発射管から拡張型の発射管に変更されたもの。T44 多連装発射機ダック、LVT 搭載型。上陸作戦の支援に用いられ、固定式の120連装で角度などの調整はできない。 T45 多連装発射機 M24K 戦車 LVT ジープ搭載型。14連装の発射機をそれぞれ車体の左右に1機ずつ搭載する。プラス35度までの角度で行革の調整が可能。M13 連装発射機 M8 ロケット弾を使用し、P-47 や P-51 が空対地攻撃で運用。 M14.5 インチ3連チューブロケットランチャー M12、炭素発射器付側を用いて運搬する炭素型。不評部隊が運用し、強固な防御拠点やトンネル陣地などの爆破に用いた。プラスチック製の発射管は、全長線 219mm、重量 23.6kg。発射の際は地面に下ろして2脚で固定した。使い捨て発射器である。 M12A1 単素発射器 M12 の派生型。外見上の際はほとんどない。M12E1 単素発射器 M12 の派生型。再使用できるように発射管をマグネシウム合金で製作したもので、伸縮式の2脚が取り付けられた。スコーピオン発射器ダック搭載用の特別型で144連装に改造されている。極小数がニューギニア戦線で使用された。 ピーター・チャンバレン、テリー・ガンダー、ww2 ファクト・ファイルズ、モーターズロケッツ・アルコ・パブリッシング・カンパニー、インク、ISBN 0668038179、ダイアグラムグループ、田島優、北村孝一役、武器マール社 ISBN 4億8373万 706X。ありがとうございます。